よいしょ。どうも、大家好、香港ケンタチャンネル、ケンタです。今日はね、今までね、やってきた広東語の、シリーズの中で、いろいろあって、その中からね、やっぱ皆さんに、もし、僕のチャンネルを見ていただいている方で、広東語、役に立ったなって言ってもらえるように、今日はテストをしていきたいと思います。どんなテストかっていうとね、私が今から言う、広東語がどういう意味かを、コメントでください。で答えはね、明日の動画で出します。じゃあ、さあまずね、さあ、第1問は、夜景。夜景。じゃあ次、第2問は、相機。相機。まあ考えてください。第3問は、鏡頭。鏡頭。全問正解したら何ってことはないんですけど、コメント欄に、ぜひ今の5つの、広東語、意味だけでいいです。意味だけを書いて、1番何みたいな感じで、ね、書いといてください。いやー、今ね、実は言うとね、撮影して歩いてたらふとしたちょっと油断から階段足踏み外して2段ぐらい転げ落ちちゃった。結構今30分ぐらいうずくまって動けなかった。30分じゃない、もう45分ぐらい経ってるかも。わあ、今もねめちゃくちゃ足痛いんですよ。とりあえず会社まで行って、いやー、これ今日思ったのは、もう僕今ね30リットルのピークデザインのリュックを背負って歩いて毎日会社来てるんですけど、30リットルにパンパンにいろいろ詰め込んじゃうんで、怪我した時にこれ持って歩くのつらい。どうでもいいニュースです。さあ、会社にも着くんで、本日は以上にしたいと思います。広東語、今日はもう広東語ないです。皆さんの広東語楽しみ、回答楽しみにしてます。まあこれのね、回答率が低かったらね、もう広東語やめようかなと思ってるぐらいです。本日以上です。じゃあね、ジョイキン、またね、バイバイ。